どうも、エルザです。それでは、ラストオブアス、パート2やっていきたいと思います。一応、レブは、無事だったという感じなんだけど、まあ、お母さんの方が、机に頭を打って、という、感じだったみたいだね。まあ、正当防衛かな。行こう。一応、二人は、無事だったからね。島中にいる。心配いらない。あのお方がついてる。ボートに戻るんじゃないの？うん、戦う音がしたし。あそこだけじゃないでしょ。ヘイブンならたくさんボートがある。そう思ってたとこ。オールドタウンを通って大通りを避けていた。ヘイブンは遠いの？遠いけど、あそこに行くのが一番いいから。私についてきて。わかった。ああ、じゃあ一応戦場の中を通っていく感じかな。何で戦いに行ったんだ。そう。じゃあなぜ母親、ああ、いや、もうその時は亡くなってたってことか。お、パーツ。サプリメントとパーツゲット。薬は結構置いてあるよね。腕は平気？大丈夫。疲れてるだけ。なら母さんは心から信じてた。そうだね。だったらなんでこんなことになったの？信じてるからって死なないわけじゃないの。死からは逃れられない。お導きください。死に方は選べるけどね、死からは逃れられないよね。中入った。早く。当然だろ。あいつらを大量に使う。いるな。うわ、危なかったな。もうちょい遅かったらレブはやられてたかもしれないね。物資獲得。ドアの下、早く。ドアの下。みんなを置き去りにしていくなんてどうしようもできない。分かってる。離れないでね。分かった。嘘でしょ。通りは危険。レブ、アビー、こっち。今回はどっちかというとウルフと戦う感じになるのかな。あー、エリー編で言ってたアルファブラボーチューブを集めてっていうのはこのためだったんだね。なんとか離れられない。平気。逆方向に行くから。まあね、こっちの方が血のりはあるから。通りの向こうの路地に行って。路地ね。了解。ここら辺は文明的な感じがするね。アビー、手伝ってくれる？はいはい。ほら。まだ近くにウルフいる？わかんない。
とにかく進むよ。いや、近くにいないってことはないだろうね。やら。お、そこ潜ってくの。ここら辺はないね。こっち。どういうつもりだ。説明させて。後ろのそれは何だ。命の恩人。そこをどけ。お前の処分は後だ。この子は敵じゃないの。アビーどけ。まだ子供なんだよ。アビー、3秒やろう。そのスカーから離れろ。1、本気で撃つ気。に、私はどかないよ。ボス！おい、なんだ？離せ！レブ、逃げないと。ヤラが死んじゃった。レブ、行くの。あいつらアビーの仲間でしょ。あんたが私の仲間。いい、戦って二人で生き延びるの。ボートが置いてある場所まで案内して。誰にも邪魔させないでしょ。よし、ついてきて。うわ、やっぱやら死ぬか。あー、やっぱそうだよね。でも最後の力振り絞って守ってはくれたね。うわー、どんどんアビー味方がいなくなってく。こっちもこっちであれだね、あの身内に理解してもらえない部分もあったんだね。で、帰ったらあれでしょ、応援たちが。なかなかの絶望感やね。どっちどっち。まさか奴らに警告を打ったのか。いやー、マジか。めちゃくちゃウルフィンじゃん。ただ幸いなのは水に潜ったらっていうところだね。気はするけど、どうだい。でもアイザックっていう頭が死んだから、うわ、やば。
あんまり機能はしないかもね。ありえないか。まあ、アビーに関して言えばね、もう単純にジョエルの復讐がしたかっただけで。今のあいつらかも。見に行ってくる。何もないよ。すまんな、できるだけ味方やったからな。いってお前マジでそれは痛い。中にいる。ナイス。もうこうなったらつける意味はないから。どこ行ったんだよ。切り答えしやがってよ。やりやがったな。完成次第。一点。どれどれ今のどれ。やめたって。えい。たか。上の階だよ。いってこれ回っていくか。武器は変えて。よし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 。もう音がす
スナイパーの音だもんな、こっちの方が。レブ、大丈夫？うん、出口に向かおう。うわぁ、強かった。多分ほとんど主要のメンバーがいなくなったから、ウルフも壊滅状態かもね。次の統率者がいない限りは。はい、こんなもん、物資は。さすがに備えないと辛いよね、こうなると。脱出するよ。どっち？この先にいる戦局がある。そこ突っ切ってこう。ヘイブンってとこはまだ遠いの。まだ結構あるの。レブ、あのハシゴ下ろして。まあこれで完璧な裏切り者になったわけだね。なんか作れるかな。十分強いけど、さらに強化しようか。確かにね、こういう銃あるもんね。狩猟用とは言わず、スコープつけてっていうのが強いやつがあるんだよね。でも一撃で仕留めるとか、距離感のためにかなり攻撃力高そうだね。ヘイブン、だったところだよ。レブ、ボートはどこ？鳩場にある。炎の向こう。全部なくなる前に行かなきゃ。でしょ？だね。生きて島を脱出するよ。わかってる。ほら、行くよ。いやー、すごいことなってるな。これ抜けていくのか。どっちに行くの？石橋をたどって。分かった。先行くよ。巻き添いは食らいたくないよね。どんどん戦況変わってるんだよな。殺してやる。
手前ウルフ奥スカーだね。スラファイトか。どういくこれ。後ろかな。まあ視線はこっち向いてないからてかバレるよね絶対ね。こんなところ行ってたら、これだったら歩幅速度上げたいなーって思うね。おーおーおーおお、流れ弾来たぞ。これさ、後ろからさ、しれーっと。出てきてくれるとめちゃくちゃありがたいんだけど。ああ成功成功、いけ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 、攻めろ攻めろ。ああそういうことね、こうやってやるのは正解だったね。ウルフの火星じゃないけど、回避してくれ。まったく痛い痛い痛い。おお、コントローラー、びっくりした。おお痛い。やめろ。終わった、体力が低かったもんな。まあでも、でも合ってるね。いや、コントロールはいけない、止まったのびっくりした。とりあえず減らしてだね。後ろから声がした。
一人は矢がないかな。いやー無駄遣いしたからねお前来るか。回収。偏差打ちはつらい。そしたら、やがった！こっちだぞ！行くな！援護するぜ！で、援護来たけど。その背中の矢をください。いいかな。ショットガンに変えといて。誰もいないって全員倒したか。よし行こう。よし回復。折れた矢か。これ作って火薬ゲットして。アビー、ね、こうしない。どうした？あれ？どこ行った？レブ。奪おうか、さすがにそれは。そしたら足りないものはパイプに変えて。馬に乗って。はい、レブ行くよ。乗ったことあるの？一応ね。捕まって。はあかんで。この先行くよ。捕まって動きな。裏切るぞ。あーそれはナイス。走れ。でも平気なの？元はあそこにあるし。もうボロボロやったね。ごめん、うまちゃん。は大丈夫そうだね。やば。
先に進むの。十分十分、馬頑張ってくれた。よし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 、じゃあちょっと今回ここまでにしよう。まだ先がありそうだし、あれの奥でしょ行くなら。はい、ということでここでご視聴ありがとうございました。動画を見てる方はここまで、メンバーの方はこのまま引き続きやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。いければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。